はい、こんにちは、タカです。ドルがなかなか決着がつかない、今年の最高値付近にいますから、強いのは間違いないんですけども、しっかり抜けてこない。できれば雇用統計前に一つの決着を見たかったんですけども、このままいけば雇用統計での決着ということも十分ありえそうですね。ですから、ドルストレートの通貨、このあたりも雇用統計の結果を受けてどうなるかというのを見てから次の流れを判断していくということになってきそうです。決してドルに大きな売りが入っているわけではないですからね。環境の方も大きくは変わっていないと思います。昨日の動きを振り返りたいと思います。こちらがユーロドル、1時間足に冷やしを重ねています。個人的にこのユーロの弱さが少し際立っているように思うんですよね。ドルは強いですからユーロに売りが入っていてもおかしくはないんですけども、ドルが調整に入ってもこのユーロの売りは変わりません。なかなかこのユーロ自体に買いが入ってこないですね。チャートの方を見てもかなりの売りの流れが見えています。現在は流れが止められての調整局面ですかね。これを抜けと見ていくかどうかは人によって判断分かれてはきそうですけども、昨日これ安値更新という形にはなってないですからね。ですからこのあたり一体サポートがあるのかもしれません。流れが止まっての調整と見ていってもおかしくはないように思うんですけども、ただその割にはこの反発がすごく弱いですよね。昨日はドルは決して強くはありませんでした。というかむしろ弱かったんですけどね。この弱い流れにユーロも付き合ってしまっています。ユーロに買いが入ってこない。ですから昨日これ動かなかったのはユーロもドルも弱かったんですよね。もともと環境として今ドルは強いですからね。今年の最高値なんかを更新してくるとドル買いは加速するかもしれません。そうなるとユーロドル、さらなる下落もこれは十分ありそうな環境に思いますけども、どうですかね。あまりにも少しこのユーロが弱すぎるように思いますんで、もしドルが強くなる展開というのが出てくるんであれば、いの一番にこのユーロ売りは考えておきたいですね。目線はもうショートということになってきそうですけども、ただここを調整として見ていくんであれば、このあたりはレンジの下限ですからね。この位置からショートするかどうかを、これは慎重に判断はしたいところです。何かのきっかけで買いが入ってきてもこれはおかしくないですし、レンジの高値抜けなければまた売りの流れを見ていける環境でもありますんで、売り場は慎重に判断はしたいですね。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。細かい動きを見てみるとサポートは確かに割ってるんですよね。小さな売りのトレンドも見えていますけども、割った直後に流れが止まっています。昨日もこれ安値更新してないんですよね。こういった細かい動きを見ていくんだらばサポート割れていますし、流れも止めていますから、この辺りで足場作ってるわけですよね。こういった足場というのは次の売りを見ていくための足場として見ていきますから、もちろん戻り売りを見ていく、こういったのは見ていけなくはないと思うんですね。ただ懸念点がこの日足レベルの調整ですね。この辺り一体一つの塊としての調整局面として見ていくんだらば、この辺りはおそらくレンジの下限、安値圏ということになってくると思いますから、この位置からショートすることの怖さは感じてしまいます。安値を更新した後にこの売りが継続していないのも気になるポイントですね。売りのトレンドがしっかり出た後に調整の戻りなんかが出てくるんであれば、この戻りは叩こうかなとも思えるんですけども、この辺りの動き見ても抜く時の足場というのもないですよね。抵抗となりそうな場所なんですけども、抵抗となっている形跡が見えません。むしろ抜けた後にこういった抵抗が見えていますからね。ですからこの辺りが全体的な抵抗体となっているのかもしれません。チャートの壁というのはピンポイントで見ていくというのはやっぱり難しいですからね。ある程度ゾーンで判断をしていくものだと思います。ということはこの辺り一帯を安値圏として判断していけば、売るのは慎重にはなってしまいますね。できればレンジが見えている以上はレンジの上から売っていきたいところですけどもね。ただこの辺り少し壁が見えてきています。 1.15 の60とか、こういった小さな壁を利用してショートを見ていくのも僕はありだと思いますけどもね。ただその際にこれ抜けたらどうするかですね。レンジ上限まで引っ張ってしまうと結構これ距離がありますから、あまりそういった大きなリスクを取れないというんであれば、この辺りからのショートは慎重になった方がいいかもしれませんね。あとは雇用統計の結果を受けてドルがどうなるか、ドルが強くなってくるんであればこのサポート裏はもう全然ありそうですし、今の環境ユーロがなかなか買いが入ってこないですからね。ドルが強い、ユーロが弱いということになってくると、下落トレンドというのはこれははっきり見えてきそうです。売る場所は慎重になってしまいますけどもね。レンジ加減だからといって簡単に買える状況には今はないですかね。このユーロをロングで見ていく、これはかなり慎重に見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがユーロ円、1時間足に冷やしを重ねています。このユーロ円とあとはポンド円ですね。この2通貨に関してはもう同じような環境になっています。もうしばらくずっと同じ話をしていますけども、すごく大きなレンジ相場になっているんですね。このレンジ幅がかなり大きいですから、すごくやっぱりボラが出やすい相場。
ただしなかなかこの高安を抜けていかないのがすごく悩ましいところで、特に僕なんかはもうトレンドを見ていきたいんですよね。波を見ていきたいんですけども、その波が全く見えてこない。昨日の動きなんかもこういった動きになってますけども、これ高安抜けてないですよね。波というのは高値安値を抜けてくるから波になるんですよね。こういった高値を抜ける動きというのに注目をしていきたいんですけども、今回のこの動きを見ても安値は割ってこない、高値は抜けてこない、さらに小さな流れを見ても安値は割ってこない、高値も抜けてこない。これではなかなか流れを見ていくのも難しいですね。さらには大きなレンジの中の動きになりますから、言ってしまえばレンジですからね、買いが入っても売りが入ってもおかしくないような環境なんですよね。ですからこのレンジの上限下限、このあたりの値動きをしっかり見ていきたいんですけども、なかなかこういった上限下限にも近づいてきてくれない。もう見れば見るほどやりづらさしか見えてこないですからね、まあ、せめて今近くに見えている上限下限の壁、こういったところを抜けてくる動きなんかが見えてこないと、手は出せないかなとは思えてしまいます。すごく大きなレンジ相場でしたからね、まあ、ボラは出やすい環境ということで、短期トレーダーの方にとってはいい環境だったと思いますけども、昨日なんかかなりボラも小さくなってしまっています。このように外圧は抜けてこない、さらにボラも小さくなってきたとなると、まあ、いよいよじゃあ誰がトレードしていくんだという話になってきますからね、こういったよくわからない環境になってきた際にこの中に飛び込んでトレードしていく必要性というのはもうないんじゃないかなと。ある程度次の流れが見えてくるまでは我慢も必要なんじゃないかと思いますね。もうユーロ円に関しては完全に様子見、流れが見えてくるまで待ちたいと思います。はい、変わりましてこちらがポンドドル、1時間足に冷やしを重ねています。ポンドドルはもう売りの流れがはっきり見えていますけれども、今は流れが止まっています。調整局面ですね。この調整がしっかり戻りが入りました。値幅調整ですね。この値幅調整が止まったのがここのポイント、これ一昨日の動きになりますけども、流れが止まったことでこのあたりは戻り売りの候補として見ていくことになりますね。大事なのがこの下のサポート、急反転をやっぱりイメージしていくわけではなくて、流れが止まった後はこの売り買いの攻防をまずは見ていきたい。戻り売りを見ていくのはこの攻防の決着がついた後になりますから、まあ、すぐに決着というのはつかないかもしれません。これが値幅を伴った調整の難しいところなんですよね。短期的に見れば上昇トレンドがここに見えているわけですから、このトレンドをまずは止めて、そしてひっくり返さないと次の売りが見えてこないんですよね。時間がかかります。いいところで流れは止まっているように思うんですよね。例えば前回ここはサポートされていたところですから、まあ、こういったところは売りの候補としてやっぱり見やすくはなりますよね。実際流れも止まっていますから、あとはこのサポートを割ってくればといった形。ただ今はレンジが見えていますから売り場探しなんですよね。ですからまあレンジの上限で売っていくというのは一つの方法ではあります。ただ今現状ではまだ何も決着はついてない。レンジ上限で売る、これはいいんですけども、上の方に仮に抜けてきた場合、短期的にはこういった上昇トレンドも見えてしまいますんで、じゃあこのショートどうするんですかという話になってきます。そういったところをちゃんと考えていくんであれば売っていくのは全然問題ないとは思います。僕としても目線はまだまだショートですね。戻りの高値も抜けていませんし、今は流れをしっかり止めています。高値さえ抜けてこなければどこかでやっぱり売りたいなと思いますから、売り場探しで相場の方を見ていきたいとは思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。上位足でも見たように短期的には上昇トレンドがやっぱり見えてるんですよね。ただこの流れを一旦流れが止めて、そして波の起点を割り込んでいますから、波は小さく反転しています。今度はこの売りの流れを見ていくということになりますけどもね、まあ、一方的にこういった売りの流れを見ていくのはやっぱり難しいかなと思うんですよね。ここには強いトレンドがありますから、下がれば買いも入りやすい。この高値を抜けてしまったら環境変わりますから、この壁を抜けてこないんであればやっぱり戻り売りの場所を見ていきたいと思いますけどもね、冷やしレベルの大きな波の反転を見ていくにはやっぱりそれなりの時間期間というのは必要になります。小さな波を追っていくところの波の反転ももう見えてますけどもね、この辺り一帯を一つの塊として見ても面白いとは思います。もう上下に壁が見えてきてますからね、この壁を抜けてくれば環境としては変わりますから、まあ、言い方を変えれば抜けなければいいんですよね。高いところから打っていきたいというのはまあショートの基本ですから、抜けてしまえば投げると、割り切ってしまえばまあいい売り場ということにもなってはきそうです。打っていくのは僕は全然問題ないとは思いますね。ただし本格的な下落を見ていくのは、ちゃんとこのサポートを割れてからということになりますから、少しこの流れが見えてくるには、まあ、それなりの時間というのはまだまだかかるかもしれませんね。それを踏まえてエントリーをしていくかどうかですね。ですからまあこういった環境を理解してレンジの上から下まで打っていくのも、これも一つの方法ですよね。抜けることを期待せずに打っていくというのもこれもやり方の一つだと思います。
ただし、このあたり動きもそうでしたけどもね、ポンド自体にも買いが入ってきている環境が最近はあるんですよね。このあたりがユーロとはもう全く環境が違います。売るのであれば目の前に見えている壁、これ抜けてきたらどうするか、この答えはちゃんと用意をしてショートはしていきたいですね。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。ポンド円もユーロ円と同じくすごく大きなレンジ相場を見ています。なかなかこの高安を抜けていかない。でもこの上下の動きがかなり大きいんですよね。ですからボラの方もすごく大きくなりやすい。もう連日1円以上動いてますね。昨日なんかも値幅にすると1円動いています。本当に大きなボラが出ていますから、短期トレーダーの方にとってはいい環境だとは思いますけれども、ただこれ高安を抜けていかないという環境になっていますから、僕のようにトレンドを見ていこう、波を見ていこうと思うと少し難しい動きになっています。近くに壁、レジサポを見つけていかないとなかなか波の反転ポイントなんかを探していくのは難しいですからね。そういった動きになってこないですから値、ね、動きをつかむのが難しかったんですけども、ただこの辺りで少しやっぱり壁が見えてきましたかね。まだまだこれちょっとわからないですけども、大きなレンジの上限付近で少し値動きが固まり出しています。固まり出してると言っても、1円近くの値幅がありますからね、もう少し絞りたいところではあるんですけども、この大きなレンジというのはこれ3円以上ありますからね、3円幅のこの上下の動きを捉えようと思うとこれはなかなか難しいですからね、この辺小さな動きになってくれるんであれば、この動き見ていくとね、少しはやりやすくなってくるかもしれません。ただまだまだこういった壁もね、信頼は置けないですよね。簡単に抜けても来そうですから、もう少しこれ時間経過必要ですかね。さらには今日は雇用統計もありますからね、大きな動きも当然出てくるでしょうし、そうなるとこういった壁も抜けてくるかもしれません。そうするとまた壁探しということになってね、トレードするには時間もかかってきそうです。すごく大きな上げ下げ上げ下げの動きになってますから、なかなかこの波を捉えるのが難しくなっています。もう少しこの絞った動きになるまでは僕はもう様子見で見ていこうかと思いますけども、ただボラがあるというのはすごくやっぱり大きいと思うんですよね。特に短期トレーダー勢にとってはこのボラはすごく大事です。今はそういった短期トレーダー向けの相場になっているかと思いますので、僕なんかも様子見になってしまいますね。次の流れが見えてくるまでしっかり待ちたいと思います。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、1時間足に冷やしを重ねています。5ドルが強いですよね。昨日5ドル自体にも買いが入ってきています。ドルも調整だったということで、しっかりした陽線が立ちましたね。この結果直近高値を抜けてきています。これかなり大きな動きになっていると思いますね。この向こうには下落トレンド見えてますからね、戻りの壁を抜けてきたということはこれ波の反転が見えてきたということになります。ということはこの底から見た上昇トレンドを次は見ていくことになるかもしれませんね。抜けてきたといってもこの程度ですから、まだまだちょっとわからない部分もあります。今日の動きもすごく大事になってきますけども、あとはこの環境なんですよね。赤い下落トレンドを見ているとここでサポート終わっています。サポート終わった後の戻りに関してはやっぱり戻り売りがたくさん入ります。ただしなかなか下がってこない、ショートが捕まりやすい環境ですね。そういった環境でここで足場を作ったのも僕は大きいと思うんですよね。これ深い押しが入っているとショート逃げてしまいますからね、こういった高いところで買い戻す人たちがいなくなってしまいます。ただ今回これ高値でしっかりキープしたということでショートの逃げ場がなかったんですよね。この環境で上の方に抜けてくればこれは踏み上げ相場も期待できるんじゃないかなと。そういった意味では昨日のこの冷やしブレイクになるかどうかといったこの動き、やっぱりすごく大きい動きだと思います。僕ならはやっぱり買いを見ていきたいですね。目線はロング。はい、さらにこれが週足を重ねています。週足は今日閉じますけどもね、この環境を見ていくと陰線陰線で続いていた流れが一旦止められて、そして波の反転が少し見えてきた、そんな動きのようにも見えますけども、どうですかね。もちろんこれ週足まだ閉じてません。今日閉じますから、例えば大きな売りなんかが出てくるとこういった環境なくなってしまいますからね、買う根拠も崩れてしまいます。今日は雇用統計で大きな動きも出るかもしれませんからね、そういった動きに対しての警戒心、これはもちろん持っていくことになりますけども、やっぱり目線としてはやっぱりロングですかね。売りが出てくるまではしっかりこの買いの流れを見ていきたいと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。上昇トレンドが見えていて、そして流れが止まっての調整局面、上の壁が見えていますから下のサポート探しがすごく大事になってきます。僕はこのサポートをこの辺りで見ていました。少し抜けたりもしていますけどもね、これはすぐに回収されていますから、一定行為で包み足、少し行き過ぎた動きかなと思っています。なるべくこういったレンジ相場ですかね。波の起点はレンジの下限 0.72 の60あたり、
昨日の動きはこの高値を抜けたことで上昇トレンドが見えています。まずはこの赤い波を見ていきたいですね。目線はロング、もちろん上昇トレンドを見ていますから高値を更新する動きというのを期待していくことになります。ということは戦略としては押し目買い、買い場探しということになります。買っていくためのサポート探しが、今日の仕事になってくるんじゃないかと思いますね。押しが入るのはいいんですけども、ただこのレンジの中に戻ってしまうところ行ってこいの形になってしまいますからね、逆に上値が重いという形になってしまいます。ブレイクしたとは言ってもまだまだ微妙な動きでもありますからね、この高値から潰される動きというのはこれは警戒はしていきたいです。なので深い押しというのはこれはもう考えないで、この浅い押しからのこの強いトレンド、できればこの 0.73 を超えてきていますからね、この 0.73 近辺にサポートが見えてくると、ロングはしやすくなってくるかなと思うんですけどもね、どうなりますか。繰り返しますけども、これ潰されたら逆に簡単には買えない、またレンジを見ていくことになりますからね、このあたりレンジ上限にもなってしまいます。ですから中途半端の押し目買いは気をつけたいですね。浅い押しからのロング、そして割れた時にも割れたらどうするか、これをしっかり考えていきたいと思います。はい、変わりましてこちらが5ドル円、1時間足に冷やしを重ねています。5ドル円はもう完全にこれブレイクしてきましたね。波の反転がもうはっきり見えていると思います。下落トレンドはここに見えています。大きな戻りも入っています。ただこの戻りの高値を抜けなかった、このあたりまでは他のクロス円の通貨と同じような動きだったんですけども、これ以降全く流れが変わっています。もうこれ繰り返しになりますけどもね、ユーロ円ポンド円はこの後大きな押しが入ったんですよね。この押しによってこの上昇で捕まえたショート、このショートの逃げ場を与えてしまっています。ただ5ドル円だけが違ったんですね。ここにサポートが見えています。上下に壁が見えていますから、レンジ相場として相場の方を見ていきました。これってショートの逃げ場がないんですよね。高値圏でレンジになっていますから、ショートが苦しい状況が続いていた、そしてこれ高値に抜けてきたんですよね。こうなるとショートの買い戻しもすごく出やすい、さらに波を見ていけばこのような上昇トレンドも見ていきますからね、買っても行きやすいということで、値動きに弾みがついてもこれはもう仕方がないかなと、分かりやすい動きだったかなとは思います。完全にもう波の反転が見えてきてしまいましたので、今の現在地が少し分かりにくくなっています。これも上位足の環境で今の現在地の把握が必要になります。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。週足を見ていくとまだまだチャートはやっぱり弱いですよね。下落トレンドここ確かに見えています。戻りも強く入っていますけども、この動きですよね。週足を見ていくとまだまだこの壁を抜け切ったとは見えないかと思います。日足ではブレイクしている流れになっていますけども、こういった週足で見ていくと82円前後にはやっぱり壁があるんじゃないかなと。ですから今はね、短期的にはトレンド出ていますからね、こちら優先で見ていけばいいと思うんですけども、一旦流れが止まってくる、上値が重くなってきた際にやっぱりこの環境は忘れないようにしたいですね。目の前82円近辺にはすごく大きな壁があるかもしれません。週足の壁、上位足の壁になりますから、短期足は少し抜けたりもするかもしれません。いわゆる上位足、週足レベルのヒゲの動きですね。そういった動きもこれは想定していくことになります。少し難しい環境ですね。売り買いの攻防が出やすい場所にはなりますけども、ただし短期足を見ていけば強いトレンドが出ています。まずはこちら優先ですね。上値が重い、なかなか超えていかない、そういった壁が見えてきた際に、この週足の壁、82円の壁は見ていきたいと思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期の波を追っても上昇トレンドが見えてきます。この部分で少し大きな押しが入りましたけども、波の起点割ってないですね。これ以降高値も更新してきています。上昇トレンドは継続していますね。波の起点割ってこない限りはどこかで押し目買い、まだまだこの強い流れを見ていける環境はあるように思います。もちろん今日もこの高値更新は見ていきたいですから、しっかりまず押し目買い、買い場探しですね、ということは買うためのサポートを探していくのが今日の仕事になりますね。波の起点を割らない限り、どこかで押し目買いという環境ではあるんですけども、ただし先ほど見た上位足、週足なんかを見ていくと82円近辺には壁があるかもしれなかった、ですから深い押しなんかが出てくると、明確にこの上には壁が見えてしまうことになります。そういった壁が見えてくると上位足の壁とも合わせて考えていくことになりますから、上値がやっぱり相当重くなってしまうと思うんですよね。ですからもうこの高値更新を伴うような上昇トレンドを見ていこうと思うんであれば、深い押しが入ってしまうと少し苦しくなってくるのかなとは思います。日足を見ていくともう高値更新が継続して出ていますからね、今日ももちろん高値更新を見ていきたい、そういった環境を追うんであれば今日はこの浅い押しからのロング、そういったところに注目はしていきたいですね。ですからこのサポート探しもこの高値付近でのこのサポート、これを探していきたいです。
候補となるのはやっぱり昨日までの高値ですかね。81円の3040付近。買っていくためにはそういったサポートが見えてこないとどの道買えないですからね。まずはこの辺りのサポート意識して値動きを追っていきたいと思います。週足レベルの壁、上値の重さ、そういったものを見ていくのは一旦流れが止まった後ですね。はい、ということで、ドルがこの高値付近で少し値動きが止まってしまいました。こういった影響もあるかと思いますけども、多くの通貨で少し調整の動きになっています。今日は雇用統計もありますから、こういった調整局面のまま雇用統計を迎えることになるかもしれません。そうなった場合はこの結果を受けてどうなるか、これをしっかり見ていきたいと思います。そしてそんな中でしっかりした流れが見えているのが豪ドルですね。かなり強い買いが入ってきています。豪ドルドルを見ていくとも直近高値抜けてきています。これ環境としてドルが強いですからね。このドルが強い環境で上を抜けてくるってかなりの強い買いになります。ただまあ抜けたといってもこの程度ですからね、潰されたみたいな動きになってくるかもしれませんから、まあ、今日の値動きも継続してしっかり見ていくことにはなりますけども、強いのはもう間違いないですね。豪ドルにしっかり買いが入っている、ここに注目はしていきたいと思います。豪ドルが強いですから、まあ、当然豪ドル円なんかも面白いですよね。完全にも波の反転が見えています。高値も更新してきていますから、今日ももちろんこれ高値更新を見ていきたいですね。目線としてはもうロング、ただ適当に買うわけにはいかないですからね。買うためのサポートをまずは探していきたいです。このように豪ドルの強さというのは昨日からはっきり見えていますから、これはしっかり波を追っていきたいなとは思います。あとはもう金曜日ですからね、週足なんかも意識して終わり値、これもしっかり確認はしていきたいと思います。今回は以上になります。ドル円やドルインデックス、株式については別動画になっています。概要欄の方にリンクの方は貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。